ファミリーフュードはアメリカの視聴者三角イズ番組。1976年に開始し、2021年現在も放送中である。ジェッパディ、ホイール・オブ・フォーチュン、ザ・プライス・イズ・ライトと並びアメリカを代表するゲームショーである。主にゴールデンタイムの帯番組としてシンジケーションを経由し、米国各地で放送されている。また番組を抜粋した動画が、 YouTube で毎日公開されている。メディア企業、フリーマントルが著作権を持っており、日本のテレビ番組、クイズ100人に聞きましたの元になっている。有名人が出演するバージョン、セレブリティファミリーフュードも独立した番組として制作されており、現在は ABC が放映権を持っている。現在はロサンゼルスで公開収録が行われている。ファミリーフュードは、 家族間の骨肉の争いといった意味である。番組の性格上、富裕層は対象でなく、一般庶民が出場し、また視聴する番組である。下ネタや微量な言葉も多く発せられる。ネームサムシング、サーベイセット、グッドアンサー、など、お約束となっているフレーズがいくつかある。1976年の放送開始以来、細かな部分を除くと大きくは変えられていない。 家族5人を1チームとし、2チーム同士で対戦する。なおセレブリティ版では、賞金は全て寄付される。レギュラー問題100人にアンケートを取り、2人以上の回答があった答えが、ボードと呼ばれるディスプレイ上に表示される。1ゲームの始めは、早押しクイズとなっており、チームのうち1人ずつが回答者として、早押しボタンのある、スタジオセット中央に移動。 先にボタンを押した回答者に回答権が与えられる。事を、もしくは答えられない場合は、対戦相手の回答者が答えることができる。より回答者数の多い答えを当てた方が先行、後校を選べる。両者とも回答できなかった場合は、チーム席に残ったメンバーが交互に回答する。先行となったチームメンバーは、チーム席に戻り、 あとは、ボードの答えを予想して一人ずつ回答していく。答えが合っていれば順位は問わない。メンバー同士の相談は不可。逆に、高校となったチームは、この間、5人で相談をしていて良い。答えが全て開かれるまで答え続けることができ、答えの回答者数が仮のポイントとなって蓄積されていく。こと、もしくは言いよどんだ場合、ブザーが鳴り、画面上に、 罰が表示される。罰が2つ以内の状態で答えを全て回答し終えた場合、仮のポイントは全て先行チームのものとなって1ゲームが終了する。答えを全て回答できずに、罰が3つになると高校に回答権が移る。高校が回答できるチャンスは1回しかないが、ここで正解すれば、先行が答えた分を含め、仮のポイントを総取りすることができる。 逆に高校が回答に失敗した場合はブザーが鳴り、ツが表示され、仮のポイントは先行が獲得する。ゲームを繰り返し、ポイントを先に300点獲得したチームが勝利となるが、スピードアップのために途中でポイントが2倍、さらに3倍となる。それでも時間がなくなった場合、1位だけを当てさせる、サドンデスで決着をつける。 ファストマネーレギュラー問題で勝利したチームが挑戦するラストゲームである。100人に聞きましたのトラベルチャンスに相当する。勝利チームの中から代表者2人が登場し、短い制限時間中に出される5つのアンケート問題に1人ずつ回答する。レギュラー問題同様に回答者数イコールポイントとなる。2人で累計200ポイントを獲得すればクリア。 現在は2万ドルを獲得できる。二人で回答して200ポイントに満たなかった場合は、ポイント5ドルを獲得。二人目の回答者は、スタジオの裏でヘッドホンと目隠しをされ、一人目の回答が終わった後に登場する。二人目は、回答時間が5秒プラスされ、一人目と回答が重複した場合はブザーが鳴り答え直しが可能。ファストマネーの結果を問わず、 勝者チームは賞金を繰り越して次の回にも出演し5回勝ち抜けすると自動車も獲得できる。セレブリティ版の場合はクリアすれば2万5000ドルを獲得、ただし全額寄付される。勝ち抜き性はない。ブルズアイゲーム放送時間が延長された1992年以降2010年まで断続的に続けられたゲーム、ソン復帰時のみバンクロールと解消されている。 各チーム一人ずつ、早押し問題に挑戦し、1位を回答できたチームは、ファストマネーの賞金が上乗せされていく。2010年のリニューアル以降、現在まで行われていない。1976年、ABC で放送が始まる。初代司会は、リチャード・ドーソン。ボードは、レギュラー問題用の回転式パネルと、ファストマネーに使う、電光掲示板で構成されていた。 国民的番組となり、1985年まで放送される。1988年にレイコームスを起用して復活。CBS に放映権が移る。カントリーミュージック調のテーマ曲がアレンジし直される。放送時間を1時間に延長するなど好評を博す。1994年にリニューアルし、初代の同村が司会として呼び戻されるが翌年に再度終了。 1999年にシンジケーションで再び復活し、ルイ・アンダーソンが起用される。テーマ曲やスタジオ衣装、タイトルロゴを一新。これ以降、ボードは大型ディスプレイとなっている。2002年にはリチャード・カーンが司会に就任。ハロウィン仮装大会、消防士大会、軍人大会など出場者を限定した回も制作された。2003年には、 テーマ曲が1988年のものに戻されたが短期間で1999年のものに再度変更された。2006年のリニューアルでは隣のサインフェルドに出演していた俳優ジョン・オ・ハーリーを起用タイトルロゴが変更され2008年にはテーマ曲が3たび1988年のものが採用された。これと並行し同2008年には NBC を キー局として有名人バージョンが独立番組として開始され、お天気キャスターとして人気のあった司会者、アルローカーが起用されたが1シーズンで放送を終えている。2010年からは朝のラジオパーソナリティとして人気のあったコメディアン、司会者スティーブ・ハービーが司会に起用され、2020年現在も継続中である。 2015年に有名人バージョンが元祖である ABC で復活。シンジケーション同様にハービーが司会を務め、以降1年ごとに新作が作られている。イギリスでは、ファミリーフォーチュンズのタイトルで1980年から2002年の間、ITV ネットワークで断続的に放送された。回転式パネルは用いず、ミスターバベッジと呼ばれる電光掲示板が、 番組の名物となっていた。司会は、ボブ・モンクハウス、マックス・バイ・グレイブスが務めた後、レス・デニスが15年間担当、番組の顔となった。特定の答えの中に商品が隠されており、それを獲得できるルールがあった。またラストゲーム、ビッグ・マネーでは、5つの設問すべてで1位を当てると、自動車も獲得できた。2006年に有名人バージョン。 オールスターファミリーフォーチュンズとして復活2015年で終了。2020年には一般参加版が18年ぶりに開始された。オーストラリア、フランス、インドネシアなど世界各国で放映実績がある。長寿番組へ放映終了した国も少なくないが2019年には米国版のスタイルをほぼ踏襲したカナダ版が CBC で立ち上げられた。 コメディアンのジェリー D が司会を務めている。2020年には、スティーブ・ハービー自身が番組を入り込んだ、南アフリカ共和国及び、ガーナ共和国で放送が始まり、米国から出張する形で、ハービーが司会を務めている。さらに、オーストラリアでは大規模森林火災被害者、関係者や、新型コロナウイルス感染症患者、医療関係者を勇気づける企画として、 短期シリーズの復活版制作が発表されている。日本では TBS テレビが放送。ファミリーフュードから遅れること2年後の1978年に家族対抗クイズ合戦の台で日曜午後に関東ローカルで開始、1年後にタイトルをクイズ100人に聞きましたに改め、月曜のゴールデンタイム全国ネットに移行。1992年までの14年間続いた。 司会は俳優の関口博士が務めた。日本国内では2000年12月30日に特別番組として放送された。日本ではクイズグランプリとして放送。日本ではザ・チャンスとして放送。エンターテイメントベニューセンタード、オン・ TV、ゲームショーズカミングツーマウントプレザント。ポストクーリエ2020年2月16日閲覧。 日本版の当初のタイトル、家族対抗クイズ合戦は直訳に近い。逆に、イギリス版では、フュードの語が避けられ、代わりに、ファミリーフォーチュンズという題名が付けられた。100人に聞きましたの、あるあるある。に相当するが、観客ではなく、チームメンバーが言う。無制限に考え続けることはできず、数秒言いよどむと、ブザーがなりごとうと同じ扱いとなる。 開始当初は3秒ほど猶予があったが、2020年現在は1秒程度。ただし、ブザーと同時に回答したと司会者が判断した場合は、その回答は認められる。100人に聞きましたでは司会者が少数回答を読み上げていたが、ファミリーフィールドでは特に取り上げることはない。当初は15秒、20秒、その後20秒、25秒に改められる。 パスが可能だが、時間切れすると無回答扱いとなる。当時、クイズ番組、マッチゲームで回答者として人気を博していた。ドーソンが女性出場者にスキンシップやキスをするのがお馴染みとなる。エーシュワルツェネカー主演の映画、バトルランナーには、ドーソンが当番組の司会者を彷彿とさせる悪役で出演している。この時期の未回答者が1チーム4名に減らされ、 ボードは、電光掲示板のみとなり、ファストマネー以外は CG に置き換えられた。スティーブ・ハーベーとも表記。英国の数学者、チャールズ・バベッジに由来カナダでは、米国のテレビ番組を視聴するのが容易で、米国版の同番組も広く視聴されてきた経緯がある。スティーブ・ハーベーオブ・テインズ、ライセンシング・ライツ・トゥー・ブリング、ファミリー・フュード・トゥーガナ・アンド・サウス・アフリカ。 ブラックエンタープライズ2020年5月11日閲覧ファミリーフュードツーメックテレビジョンカムバックオンチャンネル10インジュライデイリーテレグラフ2020年5月31日閲覧ありがとうございます